1>, 1月16日、先行陸上競技部は女子走り高飛びの高橋渚が同日付で入部したことを発表した。高橋は東京都出身。東京港で本格的に陸上を始め、16年の日本ユース選手権で3位と当格を表すと、翌年のインターハイでは 1M77 で日本一に輝く。日大進学後も関東インカレ、 日本インカレで優勝を飾ったほか、19年の日本選手権で3位に入っていた。22年春に大学卒業した後はメースンワークに所属し、22年、23年と日本選手権で連覇を達成。自己記録も 1M85 まで伸ばしている。昨年7月にはシニアで初の日本代表としてアジア選手権に出場を果たし、 1M83 で4位と検討した。高橋は先行加入にあたり、先行陸上競技部の一員として、新たな環境で高みを目指し、挑戦させていただけることに大変感謝しております。とコメント。世界の舞台で戦うことを目指し、人としても選手としても皆様に応援していただけるよう日々精進いたしますので、応援よろしくお願いいたします。と意気込みを語った。 先行株式会社は東京に本社を置く物流企業。陸上競技部は21年に創部され、昨年は全日本実業団対抗女子駅伝に初めて出場を果たしたほか、男子宝眼闘の奥村人志も加入している。